このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。それではどうぞ。日本一だこれ。ピーコボチャンネル、さあ始まりました。ピーコボチャンネル、日本一外食するのが一周も甘いもハンターコボです。日本はうまい。山梨県のコスパ最強ボンチ食堂に行きたい。山梨県の甲斐市というところにありますボンチ食堂さんに今日は向かいます。 YouTube のコメントや地元の方からの情報でコスパが最強でデカ盛りの店があるというような情報をゲットしましたので向かっていこうと思います。なんか結構ね YouTuber さんも取り慣れてるみたいなんですけども、あえて僕たちは事前調査をせずに向かいます。今が人生で一番食べれる時なんだよね僕は。量が食べてるよね。あの頃のねもうスリムな体に比べるともう鍛え上げてるからね。デカ盛りっつったってもうそんな大したことねえんじゃねえかなって思ってさ、今まで結局食べれなかったものないからなんだかんだ。え、食べきれなかったものある？あるしょ。何？ワンコそばだよ。ワンコそばは、ワンコそばはね食べきれなかった。黒歴史。食べきってるでしょ切ったには。まあでもね、あれからさらにまた胃袋は鍛え上がってるから、もう今完全に仕上がってる状態のさ、しかも今日一日ほとんど何も食べてないじゃん、うん、もう程よく腹が減ってきてるのね。はいはいはい、めちゃくちゃ楽しみですわ。ランチとディナーの営業があって今日はディナーの部でしっかりと調整して攻めますので、ぜひ最後までお付き合いください。早速向かいましょう。レッツゴー。ピーコは今回訪れたのは JR 中央本線竜王駅から徒歩23分、バス停久川団地入り口から徒歩5分のところにあるお食事処ボンチ。うまい店コスパ最強だけの情報をもとにいざ入店。価格は全て税込みで普通の定食屋と変わらない金額。店内には大盛りですがお一人様一品でという張り紙。マスターにどれぐらいの量ですかと聞くと、来てからのお楽しみですと含み笑い。楽しみなのか怖いのか、お料理を待ちましょう。なんすかこれ。やば、想像以上。すっごい。こちらがうま煮そば800円。なんだこりゃ、やばすぎる。熱々のあんにもりもりの具材、ソーサーがトレーというびっくりサイズ。数々の YouTuber をなに倒してきたド迫力の一杯がこちら。果たして食べきれるのでしょうか。いただきます。さてと、麺あんかけがすごい量があって、レンゲのサイズ見て、レンゲのサイズ。いや、めっちゃうまいわ、うん、なんか隠した美味しそうなやつ。麺まで到達できないもんね、まだね。チキンカツカレーですね。絶対無理だ。こちらがピーコが間違えて注文してしまったチキンカツカレー1200円。普通サイズがこのボリューム、およそ 1.5 キログラムほどあるとのこと。サラダフルーツも一緒に乗って、このド迫力の見た目とインパクト。2人でうま煮そばとチキンカツカレー、もちろん目指すは完食です。まあ気合いでよ、ピー。
たいなの想像したけど、あんかけなんだね。頭のどこかでさ、カレーライスとラーメンぐらいだったら一緒に食べれるんじゃないかなと思って思ってたんだね。無理だったわ。いや、ちょっと頼み方を分かってなかった。いや、頼む
食えるようになったと思ったんだけどな。ピーコは苦しい。私頑張った。今日頑張った。ねえねえ頑張った。店員さんじゃない。もしよかったら。はい。あのえあいいです。カメラ無理じゃないですか。すいません。逆になんかすいません。ちょうどもう腹いっぱいで。筆記体書けないやつ。お待たせしました。すいません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。すいません。僕ね、不甲斐ないぞ。あんだけ食べて2040円、うん、で次の日の食事の分までゲットしました。久保さん、リベンジしよう。一回ちょっと食べ物をこと忘れよう。というわけで、あの多分相談すれば少量とか中盛りもやってくれると思いますので、ご利用は計画的に。めっちゃいいお店でしたね。最高っすね。めっちゃいいお店、はい、店員さんもお客さんも楽しく食事ができました。うん、山梨県ボンツさんもごちそうです。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。僕たちのオンラインショップや動画の気になる商品は概要欄からお取り寄せください。前上向いてGo My Way。コボでした。日本はうまい。